姉様、貴様、姉様に何をした？マーテルは自分の意志で去っていったんだよ。消えていくマーテルが言ってた、ミトスを止めてって。ふざけるな！姉様がそんなこと言うはずないだろう！ミトス、僕の話を聞いて！お前も僕を裏切るのか！ずっと友達だって、ずっと一緒だって約束したのに！千年王国にだって誘ったのに！ミトス…全ては許されないかもしれない。でも、償うことはできる！あなたの中にも神様はいるでしょう。両親って神様が。いないよ。神様なんかいないよ。だから僕は、僕の理想を追求し続け。ミトス！クゾ！消えろ。そう！許しを乞うと思っているのか、バカバカしい。やめてミトス、話を聞いて。青試し永久氷結の使徒よ、契約者の名において命ず、いでよセルシウス。リフィル、今一度聞こう。我が王国に来る気はないか？ないわ。私はロイドの理想を信じると決めたの。ハーフエルフでもあるがままを受け入れてくれる世界を作ると言ってくれたロイド。ロイド！ロイド！ロイド！ミトス、もうやめよう。マーテルはもう亡くなったんだよ。嘘をつくな。姉様は生きてる。僕がこうしてクルシスの奇跡と共にいるように。そんなの、生きてるなんて言えないよ。この体に流れているのは、僕たちを差別する人間とエルフの血だ。そんな汚らわしいものは捨てて、無期生命体になった方がマシだ。お前、根本的に間違ってるぜ、ミトス。差別ってのは、心から生まれるんだ。そうだよ、ミトス。相手を見下す心、自分を過信する心、そういう心の弱さが差別を作るんだと思う。皆が天使になればいい。差別をなくすには、全ての命が同じ種族になればいいのだ。あんた、人やエルフを見下してさ、それは心の弱さだ。これでは無期生命体になっても変わらんな。差別はいくらでも生まれる。あなたのしたことで苦しんだ人たちの痛みを感じていますか？人は変わるものよ。たとえ今日が変わらなくても、1ヶ月後、1年後と時間が経つうちに必ず変化が訪れる。黎明へと導くアジャのきらめきよ。我が声、耳を傾けたまえ。聖なる祈り、永遠に紡がれ、光
光ある。グランドクロス。返すぞ。ならばハーフエルフはどこへ行けばよいのだ。どこへ行っても疎まれる。心を開いても受け入れてもらえなかった僕たちはどこで暮らせばよかったんだ。どこでもいいさ。ふざけるな。どこだっていい。自分が悪くないのなら堂々としていればいい。それができなかったから僕らの居場所が欲しかった。お前ら薄汚い人間に僕らの気持ちがわかるか。そうか、そうだったんだ。姉様はこんな薄汚い大地を捨ててデリスカーラーンに戻りたかったんだね。そうだよね。あの星はエルフの血を引く者全ての故郷だものね。分かったよ姉様。二人で戻ろう、デリスカーラーンへ。あれはマナの源だ。失ってしまえば世界が消滅しちまう。くそ。やめろ、ミトス。僕の邪魔をするな。ライド。お前、クラトスに立ち筋が似てる。当たり前さ、クラトスは僕の師匠なんだから。ミトス、もうこれ以上お姉さんを苦しめないで。お前は姉さんのために世界を見殺しにするのか。僕の全ては姉様のためにあるんだ。こんな世界なんて消えてしまえばいい。満たすの分からずや。もう一人ぼっちじゃない。満たすの居場所はここに。ここにあるじゃないか。正義ごっこに付き合うのはごめんだ。さっさと奇跡を壊せ。でないとデリスカーランは離れてゆく。ミトス、早くしろ。僕もやがては僕でなくなってしまう。ロイド、ミトスを助けて。ジーニアス、ミトスを、ミトスのままで行かせてあげて。お願いだよ。分かった。僕の影、僕が選ばなかった道の最果てに存在するもの。僕は僕の世界が欲しかった。バカ野郎。ここに
俺たちの世界にいてもよかったのに。